JWCAD 機械設備施工要領書共通工事編。配管工事から配管の配置をご覧ください。バルブ使用区分1の記載例です。予備計50以下は制動性ねじ込み型、予備計65以上は鋳鉄製フランジ型とする。バルブ使用区分2の記載例です。同管用の仕切り弁逆子弁は接続部分を JISB2011 に示すソルダー型としても良い。配管および継ぎ手使用区分の記載例です。注意事項として MD 継ぎ手は埋設配管には適用しない。配管の切断方法、管種ごとに使用する切断機の種類を表にまとめています。交換切断寸法、配管図の伸伸寸法により交換を切断する場合の計算式を示します。予備計ごとのねじ込み寸法を表にしています。管の接合方法、配管の種別ごとに切断方法を表にしています。液状シール材の比較表、配管の使用目的ごとに正常、温度特性、耐圧性、化学特性などを表にしています。塩ビ管の差し込み接合、水道用塩ビ管、排水用塩ビ管を差し込み接合する場合の施工方法をまとめています。塩化ビニル管の接着接合、単面は専用工具で面取りを行い差し込み深さをマーキングする。交換の接合、ネジ接合の施工手順、フランジ接合の1、溶接フランジとねじ込みフランジの接合方法を図解しています。交換のフランジ接合2、フランジの接続方法とライニング交換のフランジ接続での注意事項をまとめています。交換の溶接接合1、交換を溶接接合する場合の施工手順をまとめています。交換の溶接接合2、交換を溶接接合する場合の接合部形状や寸法を表にしています。塩化ビニルライニング交換、コーティング交換の
MD つびて接合1。塩化ビニルライニング交換、コーティング交換の MD つびて接合2。交換のサドル継ぎ手による接合、サドル継ぎ手の施工手順、塩化ビニルライニング交換のネジ接合1、簡単防色継ぎ手などを図解しています。塩化ビニルライニング交換のネジ接合2、切断、面取り、接合などの施工手順です。塩化ビニルライニング交換のネジ接合3、簡単防色継ぎ手の種類と構造を示しています。銅管の銅接合、使用及び施工方法、施工手順を示しています。給湯用銅管の接合、切断、面取り、接合具の処理、フラックストフ、ロー付けなどの施工手順です。ステンレス管の接合、ナット式、ナイスジョイントの施工手順をまとめています。次は配管の配置です。配管の場所と配置、施工要領と注意事項をまとめています。配管の最小間隔1、フランジなしの場合とフランジ付きの場合を表にしています。配管の最小間隔2、保温付きの場合を表にしています。